Thank you.
なんとかなったね。
方は私ですか？調べ物をするために仲間に来たんですが。え、悩みがあるならトゥーディエが手伝う。なるほど、つまりあなたは便利屋さんなんですね。確かに一人で悩んでいても拉致が開かないようですし。それでは後ほど。
便利屋さん、依頼受けてくれたんですね。お願いしたいことというのは、友人について理解を深めるための本を探すことなんです。詳しくは話せないんですが、実はある人と友人のふりをしてやらなければいけない作戦があるんです。それは私にとってとても重要なことで、失敗するわけにはいきません。でも、どういうふうにすることが友人らしいことなのか、この本屋にあるハウトゥー本は全て読みました。本を読んで学ぶようなことじゃない。ともかく時間がないんです。資料探しをお願いし、解説された本よりもっと実践的に書かれているような参考資料が欲しいですね。例えば小説とか漫画とか、そういうものがいいです。よろしくお願いします。依頼で友人の参考になる小説か漫画を探している？妙な依頼があったもんだな。まあいい。要は友情がテーマにされている作品のものを持っていけばいいんだろ。参考にできそうな作品はたくさん知ってるが、家の本棚から探してきた。こんなのはどうだ。これか。早く依頼人のところ。これから控えている作戦は、この違和感があっては困りますから。アンドリア！てめえが何者かどうかなんて関係ねえ。肝心なのはてめえがどうしたいか。今が腹くくる時。主人公の友人にかける熱い思いは、せっかく持ってきていただいた別の本を探す。よ、新人、お前も店のチラシ配り手伝えよ。なんで今はどんな依頼を受けてんだ。
友人の参考資料探しね。面白そうじゃん。そうだ、今ちょうどこんな本持ってるぜ。これならどうよ。余裕を感じる素敵な女性たちとお近づきになるための情報が詰まってるぜ。なんだかどっちもナンパの本みたいだって。そう、よく考えてみろ。まずはお友達になることから始める。それがナンパだ。つまりこの手の雑誌には友情について学ぶエッセンスがこれでもかというほど詰まってるってわけだ。分かったら試しに持って行ってみな。今度はどうですか。これです。なるほど。では遅くなってごめんなさい。待たせちゃったかしら。そんな顔しないでよ。待つのもデートのうち。お詫びじゃないけど。やはり第一。これ。そもそもこのタイプの女性はなかなか。でも正解だけを探す。これは絶対違う。そうですね。ちょうどこの間学園ものの漫画を読んだの。はい、これだよ。こっちね。はい、どうぞ。生徒会長と間抜けな主人公が困難に言っておくけど、勘違い。学校に憧れがあるとか、ワームなどを解析する途中の息抜き。分かればいいけど。あとその漫画は店のだから、読み終わったら本棚に。お帰りなさい。これまでのものと比べて、よくわかりました。おっさーい。これで今月20回目の遅刻よ。私が生徒会長でいる以上、遅刻常習犯の君を絶対。まったく、君みたいな生徒がいると。はい、何でしょうか。一体に何が。
友達に。なるほど、試しにやってみま。もう遅い、待ちくたびれちゃったよ。あんまり遅いからウルトラスーパー心配しちゃったんだよ。あ、てか勘違いし、この、でもこのセリフを言う登場人物の忠実に再現したつもり。ともかくこんなにいい資料を持っているの。これと同じ本を探す。たくさんいろんな練習もで、あなたのおかげで作戦